直近のリーグ戦3連敗で J116 位に沈むエスパルス昨日でロティーナ監督が解任されコーチを務めていた平岡弘明新監督が今日のトレーニングで指揮を執りました明日ホームで12位の札幌を迎え撃つエスパルスですが J2 降格圏との勝ち点差はわずか2と土俵際に追い込まれています

監督が変わってどうなるんだろうっていう気持ちもあると思いますけど、J1 に続けるための戦いを覚悟を持って、責任を持ってやるっていうのを示す大事な試合になるかなと思います J1 は残り4試合、あすの札幌戦での平岡新監督の采配に注目が集まります。